クレアホールは、イギリスのケンブリッジ大学を構成するカレッジの一つ。クレアカレッジによって1966年に設立された。高等研究を目的とし、博士研究員、フェロー、大学院生だけで構成される。もともとは、高等研究所として設立され、後にカレッジへと発展した。クレアホールの学生はわずか200人で、 カレッジの中で最も少ない部類だが、およそ125人のフェローを要し、ケンブリッジ大学を構成するカレッジの中では、フェローの比率は最も高い。クレアホールは、フォーマルホールや、チュートリアルシステムなど、ケンブリッジの多くの伝統を守っている。クレアホールは、クレアカレッジによって設立された。戦隊研究の中心としてだけではなく、学士を取得済みで上位の学位を目指す。 大学院生、博士研究員、大学で教員、または研究ポストを持つ、高級的なフェロー、そして世界中の大学からの休暇を利用してくる、客員研究員たちとその家族の社交の場として、機能することが目的とされた。1964年1月にクレア・カレッジが、この新しいセンターを設立することを決定した後、最初の計画は少人数のフェローの間で、 立案された。カレッジ長であるエリック・アシュビーが議長を務めた。新しいセンターは、大学時代が19世紀半ばまで500年以上、前から知られていた、古代の名前である、クレアホールと呼ばれることで合意された。クレアホールは、クレアカレッジと密接な関係を保ち、いくつかの施設や年中行事を共有している。イタリアのボローニャ大学高等研究所は、 これまでのところクレアホールを明確にモデルとした唯一の海外機関である。ありがとうございます。